イングランドフットボールリーグ2019から2020、イングランドフットボールリーグプレーオフ2020この項目では2019から2020年シーズンのイングランドフットボールリーグプレーオフについて述べる。プレーオフではイングリッシュフットボールリーグに属する各カテゴリーの昇格チームの最後の1枠を決定する。チャンピオンシップとリーグ1は レギュラーシーズン3位から6位のチームが、リーグ2では4位から7位のチームが参加する。また、準決勝は、ホームアウェイ形式で行われ、決勝は、ウェンブリースタジアムでの一発勝負で行われる。2020年6月18日に開幕し、同年8月4日に閉幕する。スウォンジーシティ V ブレントフォードブレントフォード V スウォンジー、シティ2試合合合計スコア3から2で、 ブレントフォードが、決勝進出カーディフシティ V フラムフラム V カーディフシティ2試合合計スコア、3から2でフラムが、決勝進出ブレントフォード V フラムリーグ1は2020年6月9日に、シーズンが閉幕され、リーグの順位決定方法として、PPG 方式を採用したため、ウィコム、ワンダラーズの順位が入れ替わった。フリートウッドタウン V ウィコム、ワンダラーズウィコム、 ワンダラーズ V フリートウッドタウン2試合合計スコア6から3で、ウィコムワンダラーズが、決勝進出ポーツマス V オックスフォードユナイテッド、オックスフォードユナイテッド V ポーツマス2試合合計スコア2から2、PK 戦後から4で、オックスフォードユナイテッドが、決勝進出オックスフォードユナイテッド V ウィコム、ワンダラーズリーグには2 0 20年6月9日に、シーズンが閉幕され、 リーグの順位決定方法として、PPG 方式を採用したため、チェルトナムタウンの順位が入れ替わった。ノーサンプトンタウン V、チェルトナムタウンチェルトナムタウン V ノーサンプトンタウン2試合合計スコア、3から2で、ノーサンプトンタウンが、決勝進出コルチェスターユナイテッド V エクセターシティ、エクセターシティ V コルチェスターユナイテッド2試合合合計スコア、4から3で、エクセターシティが、 決勝進出エクセターシティブ v のウサンプトンタウン。ありがとうございます。